はい、まゆじゅんです。まゆじゅんスタイルへようこそ。今日もロングビーチ行ってきました。はい、まゆじゅんです。まゆじゅんスタイルへようこそ。今回はどんなものを食べたかな、まあ、今週っていうかね、最近っていう感じなんですけれども、どんなものを食べたかなっていうのをご紹介したいと思います。今日の、ブレックファーストはトレーダージョーのこのプレーンのヨーグルトです。蓋を開けるとこんな感じですね。そして昨日買ったこの、これはねコストコで買ったんですね。オーガニックカカオパウダーっていうのをちょっとかけて食べようかなと思っております。そしてですね、果物はこのねキウイがねすごい美味しいんですよ。それからですね、バナナとオレンジです。最近ロングビーチによく行くようになって、今日もですね、お友達のロングビーチの、コンドミニアム行ってきました。あのね、なんかうなぎを買ったので一緒にうなぎランチを食べようということでね、お招きいただきました。はい、今お友達のロングビーチの、コンドミニアムに再び来ております。ね、サラダ作ってもらったので食べます。これからあ、今ね、オクラとなんだっけ、山芋のサラダっていうか前菜みたいのを、バルコニーで食べて、ちょっとね暑くなったので室内に入りました。それでサラダをいただいてます。こんな感じ、こんな感じ。はい、一言お願いいたします。こんにちは。今日はこのサラダの後何？うなぎさんです。うなぎですよ。はい、楽しみ。ロングビーチのお友達のところにランチ一緒に食べようっていうことでね、行ってきたんですよ。で、今お家に戻ってきてるんですけど、すごくね、西日がすごくって、今ちょっと日陰なとこを見つけて、撮ってるんですけれども、帰ってきた時にね、まあ、午前中に行ってランチってことでね、で10時頃に着いて、でなんかいろいろね一緒に支度してランチをとって、2時くらいかな、 2時からなんかねお仕事があるっていうことで、私はそのままね帰ってきたんですよ。そしたらもうね、道路がすごい渋滞だったんですよ。で、ロサンゼルスってなんかまだね、まあ、ロックダウンはしてないんですけれども、こうステイアットホームっていう風にして、お仕事もね結構リモートでやっていらっしゃる方も多いということなんですけれども、もうねすっごいかなり渋滞だったんですよ。もうピタッとで、行きはまあロングビーチまで30分ぐらいで行けたんですけれども、帰りは1時間倍かかりました。っていうのはもう渋滞で、もう午後のね3時ぐらいになるともうすごい混み始めるので、で、まあ、2時に出たんですけど、すごい渋滞で、今ちょっとね外見たらすごい渋滞なんですよ。だからね、ロサンゼルスはなんかちょっと普通に戻ったのかなっていうぐらいに、もうみんなねなんか家にもういないし、結構ねお友達なんか見てもなんかランチどこどこで食べましたとかね、今日はどこどこ行きましたっていう投稿も多いので、なんとなくねもうずっとお家に閉じこもっていたので、みんなもねちょっとねこうねストレスたまるし、で、まあ、健康的にね外に行って、でレストランはだいたいテラス席だったらもう空いているので、ロサンゼルスなんでねお天気もいいし、そんなに暑すぎず寒すぎずっていうことでね、まあ、夕方は寒いですけどそういうことでランチタイムも素敵なとこも多いしっていうことでできました。なんかね、今日もねロングビーチの友達のとこ行ったら、彼女もねダイエットしてるんですよ。
でね、私もね、なんかもうね先日も行ったんですけども、本当にねコロナ太りで10キロぐらい太っちゃったんですけども、友達もねなんかもうみんなコロコロ太っちゃったっていうことでね、ダイエット しようなんてことで、で彼女はあのドクターのところに行ってちゃんとなんか処方箋もいただいて、週に1回とか2回とか通ってで指導を受けてるタイプのダイエットらしいんですけれども、私はねあの前にもご紹介したダイエットがすごくね自分には合ってるみたいで、確実にこうねヘルシーに痩せていくので、で筋肉は体重だけを落として筋肉はそのままっていうことでね、まあ運動とそんなヘビーな運動じゃなくって組み合わせてっていうことで、で前にも言った同じウェイトコントロールセンターに行こうかなと思ってるんですよ。でね、それと彼女と一緒にダイエットしようということで、お互いにどんな感じでね体重が減っていくかっていうのをちょっとねレコードしようかっていう風な、プロジェクトも今やろうかっていう話をしたりとかしてきました。でね、その様子をやっぱりねモチベーションを上げないといけないので、でその様子をなんかね YouTube でこうご報告っていうかレポートして、っていうのをやろうかななんて思っています。今、明太子を、2キロ買ってきたんですよ。そしたら冷凍で買ったしたんですけど、こういう状態になってて、多分一回解凍されちゃったのか知らないんですけども、元の形がない状態なんですよね。でこれをみんなになんか1房2房とかで分けようと思ったんですけれども、こういう状態なのでなんかねどうやって分けようかなって思ってます。こういう状態でもうあのなんか元の形がない状態なので、一旦少しね冷凍庫じゃなくて冷蔵庫の方に入れて解凍させてからっていうことで、でもなんかもしかしたら道中一回もうね解凍されてぐちゃぐちゃになったのをまた再冷凍にした可能性があるんですよね。わかんないですけど、まあそんな感じで、とりあえずこのままだと小分けもできないのでちょっと冷蔵庫の方に入れておこうと思います。これから夕日を見ながらお一人様、ディナータイムとなります。ご飯食べます。ね、今日はお一人様おうちご飯ということでコストコに行ったので、あのお肉買ってきたので炒めました。ほうれん草とあとねこの お茶碗なんですけど、なんか父がね作ったのが見つかったので陶芸で、でちょっとね雰囲気出すためにご飯茶碗に使ってみました。今日ね明太子なんかね、2キロだったかな、なんか買ってきたのであの冷凍にする前にちょっとこれいただくことにしました。あとね、なんかとってもねきゅうりの丸かじり食べたかったので、すごく夕日が綺麗です。それではいただきます。今日の夕飯、明太子と丸かじりで、ディップはアーティチョークと、ジャラピーノのリップです。これですね、これ。そして、あ、今終わりました。あとお肉、お肉です。はい、今日の夕飯です。今日はこれは何、ブルコキ、コストコで買ってきたお肉を焼きました。あとはベビースピニッチ、ほうれん草ですね。そして丸かじりをしたいなと思って、アーティチョークのディップにきゅうりとトマト、ミニトマト、プチトマトっていうの、あとねご飯、白いご飯です。明太子です。このねあのお茶碗はなんと父があの陶芸で作った、ね、思い出のお茶碗です。なんていうの、思い出っていうか遺作っていうかなんかねあったんですよ。陶芸教室やってるんで、でなんか後ろ見たら半号が押してあって、それにお父さんの名前があったので、あ、これお父さんの作品だと思って、そんな感じです。いただきます。
ロサンゼルスエリアなんかねもう記録的な暑さになったということでね49度ぐらいになんか気温も上昇して場所によってはね午後からずっと、停電になっちゃってもう、ね、クーラーもねつかないような状態ですごい大変なことになったっていうことだったんですけれども私はまたですね再びお友達の住んでいるロングビーチに午前中なんですけども行ってきました。混むと思ったので連休ってこともあって11時からオープンということで早めに行ったんですけれどねこう11時からだから、まあ、11時15分ぐらい歩いて行ったんですよ友達のコンドミニウムから。そしたらねもうねもうすっごい満席なんですよレストランが。で1時間待ちっていうことでで私ねなんかもう軽い感じでね8センチヒール履いて行ったんですけれど もう炎天下になっていってで座るとこがないんですよねもうすっごい人混みででもう疲れちゃってその猛暑となんかもう熱中症になっちゃうんじゃないかと思ってで、まあ、とりあえず1時間こうブラブラしてやっと席に着いたんですよね。でこんな感じ でテラス席しか今は空いてないんですよねコロナの関係で室内はダメっていうことではい今日はロングビーチ再び見たびって感じで、日曜日のブランチに来てます。ヤードハウスっていうところすごくねもうね開店と同時に来たはずなんだけどもすごい並んでて結局1時間待ちになりました。これからいただきます。まずねアペタイザーのナッチョこんな感じアイスティーがめっちゃ美味しくってもうね暑いとこずっといたのでもうねアイスティーがめっちゃ美味しいアイスティー飲んで幸せって感じ。こんな感じどうですか。お腹空きました。もうねなんか結構待ちくたびれちゃったもう通り越したじゃあいただきますこれからナッチ食べます。すごいのもうね1時間待ったの1時間待ってはいもうねすごいねなんかねマスクのデザイン見てるだけでもすごい楽しい。で、まあ、テラス席に着いてこんな感じですごいもう惜しかったんですけれどもでもねだんだんこの日が移動していくじゃないですか。そうするとこうテラスなので一応アンブレラしてもらってるんですけれどもすごい暑くなってきちゃってもうなんか左腕真っ赤になっちゃったりしてでその後にもうなんかすっごい疲れちゃってとね食べて元気になってからお友達がね近くにこうアウトレットがあるから歩いていこうっていうことになってまあまた歩くのと思ったんですけどとりあえずね車も置いてきちゃったしまあいいかと思って歩いて行ったんですけどもアウトレット自体もこう室外型のこう屋外型のアウトレットなんですよね。モールみたいにクーラー効いてるようなところじゃないのでオープンエアーみたいな感じなんですけども店内に入ろうと思っても店内の人数規制がかかっちゃってるんですよ。でそういう並ばないと入れないんですよね。でそうすると人気のあるところってすごい長蛇の列で並んでるんですよ。でしかもね炎天下の外で並ぶわけじゃないですか。でねだんだんねもう疲れてきちゃってここまでして中に入るのもどうかなと思ったんですけど、まあ、友達はねすごい元気で体力あるのででまあなんかおしゃべりしてる間にでもね30分ぐらい外で待ってたかもしれない。アップルウォッチ見たら10時間スタンディング立ったまま状態で1万歩ぐらいその近辺歩いてるんですよね。もうクタクタになっちゃってでもまあねちょっと買い物してきたんですけれども一応ねコロナなのでフィッティングルームとかも使えないんですよ。なのでね試着ができない。だからもう勘で買うしかなくってね、ちょっとリスクはあるんですけどもとりあえずねなんか行ったからにはと思ってまあ荷物にならないような傘
さばらないような T シャツとか買ってきました。なんかね、猛暑っていうことだったんですけれども、ロングビーチはやっぱりね、こうウォーターフロントっていうかね、こうビーチ沿いだったりするので、海風がこう吹いて日陰に入るとまだね、こう生きていられるような暑さなんですけれども、でもね、やっぱりすごいね、人もいっぱい出てたので、こう人をね、やっぱりコロナでね、マスクしてるじゃないですか。でそれもなんかちょっと息苦しかったりもするし、もうね、倒れないでよかったかなと思ってね、もうね、熱中症とかね、なると知らない間に、自分で気がつかない間にバターとか言ってね、倒れちゃうって聞いたのでね、本当気をつけないといけないんですけれども、うん、でもまあそこまでこうなんか記録的暑さっていうようなね、ニュースが流れたらしいんですけど、そこまでは感じなかったですね。っていうのはね、もうアリゾナにね、ずっと住んでたので、まあ、外を歩くっていうことはないんですけれどもね、お部屋からお部屋の車の移動っていうと、ね、クーラー効いているとこからそこに行くってことで、ただ車に駐車場に置いとくと車のハンドルが持てないぐらいに暑くなったりっていうようなことはありましたけれども、コロナ禍っていうことなんですけれども、すごいやっぱり人がいっぱいいましたね。やっぱりアメリカのこう雰囲気としては、ステイアットホームっていうのがもうあまりなんですかね、渋滞も始まってますし、徐々にね、こうね、みんなお外に出るようになってきたんじゃないかなと思います。まだまだ感染者は増えているっていうことなんですけれども、でもこんだけ人もいるし、なんかウィズコロナっていう感覚はしますね。道路も結構ね、こんな感じで渋滞です。それでもうね、アウトレットからお友達のコンドミニアムまで歩いて帰ってきたんですけれども、そしたらね、もうすっかりね、お腹をまた空いてきちゃって、こう夜になって、ちょっとお腹空いてきたねって言ってたら、友達がね、サラダ、持ってった明太子、その明太子とお豆腐のサラダを作ってくれて、一緒に食べました。なんかね、すっごい美味しかった。合いますね。明太子って何でも合うんですけれども、お豆腐とも合うし、いいですよね、ヘルシーでね。やっぱりね、ちょっとお昼、ピザとかね、食べ過ぎちゃったので、炭水化物抜きっていうことで、お豆腐サラダ。ね、結構お腹いっぱいになりました。とりあえずね、もうくったくたに帰ってきて、今日はね、もうぐったりって感じで、ベッドの中から出られない状態だったんですけど、やっぱりね、コロナで私たち、お友達もそうですけど、10キロ太っちゃってね、運動不足っていうこともあるかな。彼女はすごい体力あるんで、毎日お散歩コースでワンちゃんたちと歩いてるってことでね、もう昨日の暑さにもへこたれない感じだったんですけどもね、結局はね、やっぱりね、これから体力すっごい大事だなって私もね、すっごい再認識して反省してもうね、これからはちょっと体を動かすこととか、あと、ヘルシーにダイエットも頑張らなくちゃと思っているところです。ということで、今回は最近何を食べたかっていうような、まあフードダイアリーっていう形でお送りいたしました。よかったらいいねクリックもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録まだの人、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time.